はい、松崎です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、痛みをなくしていくために、例えば肩、腰、膝ありますよね。こういう痛みを全部なくしていくための、一気になくしていく方法、これをね、ご紹介していきたいと思います。でね、これ嘘じゃないから、嘘じゃないのって思うかもしれませんけど、本当の話をしていきます。これはちゃんと解剖学、運動学、体のメカニズムを元にちゃんと説明していきますので、科学的に根拠にね、お話をしますので、ぜひですね、痛みで困っている方は、治療で悩んでいる方はぜひ見てください。で、まずね、これを知る上でですね、大事なことを覚えててほしいんですけど、これはですね、人間の体っていうのは、もともとですよ、バランス、いいですか？人間の体はバランスを整えている。ね、勝手にバランスを取ってるってことを覚えてください。で、これを何かっていうと、まあ人間の、まあ、その、生理学的なところで言うと、恒常性と言います。で、これはもちろん、いろんな意味があります。例えば、生理学的に言うのであれば、例えば血液、ペーハーってありますけど、これは 7.3 だったっけ？3だったか。例えば、今、度忘れしましたけども、その pH ね、例えば酸性に行ったり、アルカリ性に行ったりって、いろいろありますけども、行き過ぎ、例えばお酒飲んで酸性がね、しそうになりますけども、それをこう戻してきてくれたりとか、アルカリの方に戻してくれたりとか、なんか体の中、ああ、やばいなと、尿が溜まってきたなっていう時でも、こうやって戻り、pH を戻してくれたりとか、みたいに、人間の体の中には一定のラインっていうのを保つっていうのがあります。例えば分かりやすく言うと、暑いサウナに入っても皆さんの体温ってのは36度5分近くですよね。36度ぐらいになると思います。けど、寒いとこに行ったからといって28度とかなったりしませんよね。そう。皆さんは基本的に体温もそうだし、人間の体の中にはバランスを保つ。ね、この一定ラインっていうのを保つっていう機能がもともと体の中に仕組まれています。で、それは皆さんの姿勢だったりもそうですね。いいですか？なんで、例えばこういう風な、まあよくあるんですね。治療してるとありますよね。こうやって出てて、延杯で膝が曲がってるこういうおばあちゃんいたりすると思います。で、こういう人たちもバランスを取ってるんですよ。え、バランス取ってんのってなるかもしれませんけど、ちゃんと取ってます。で、何かというとですね、これはどこかが前に行けばどこかが後ろに行くね。そして全体を通すと、こうやってまっすぐ足の裏に体重が乗るようになってるっていう仕組みがあるんですよ。ね。なので、これを知っていくことによって、痛みの根本的なメカニズム、そして姿勢をどうやって見ていけばいいのかっていうのが理解できて、どういうふうに治療すればいいかっていうところのね、治療の発展まで理解できるので、ぜひね、最後見てください。私のチャンネルではですね、これを、こういうですね、痛みをなくすためのヒントだったり、アイデア、ね、こういうのを紹介してますので、ぜひですね、見てよかったなと思えば、いいねボタン、高評価、あとですね、チャンネル登録、ぜひお願いします。で、このね、姿勢を見ていく上で、じゃあ、膝は前に出てる、腰が後ろに行ってる、まあ、脊椎が後ろに行ってる、わかりますよね。けど、普通の人を見たときに、どうなってるかわかりません。ね、例えば、じゃあ、松尾先生立ってもらっていいですか。急にね、振られましたけども、あ、そこでいいですよ。例えば、お茶のスタッフ、松尾先生、いますけども、じゃあ、あちらに、ちょっと、もうちょっとこっち側に立っていただいて、横向きでね、立っていただきます。じゃあ、彼ってどんな姿勢でしょうか。反り腰ですか、延杯ですか、ね。わかりませんよね。そう。普通の人って、ただパッと見ただけじゃわからないところが多いんですよ。ありがとうございます。じゃあ、急に出てきてもらってね。あれですけど。そう。わからないっていうのが正直なところなんですね。っていう時にですよ、考えてもらいたいのが、どこをどういうふうに見ていけばいいのかっていう指標があると非常にわかりやすいですね。今パッと見ただけで、それ、腰取ってんのかなってわからません。ね。で、どういうふうに見るかっていうと、これは一つ一つの構造物っていうのを、積み木のように考えていただくのが一番わかりやすいです。例えば、これ、足。次、硬いの骨。肩骨、腓骨。ね。で、大腿骨、前に。ね。っていう風に考えていく。で、積み木で考えると非常にわかりやすくて、例えば、こうなって、こうなって。例えば、この部分が前に行ったらどうでしょうか。ね。わかりますね。倒れます。で、倒れながら歩いてる人なんていませんよね。倒れないようにバランスをとってます、皆さんね。どんなに延杯のおばあちゃんでも必ずバランスをとって立ててます。ね。立てないっていうのは皆さん赤ちゃんの時ぐらいですね。赤ちゃんの時はどうやって力入れていいかわかんない。どうやって立てるかわかんない。ね。だからこう、捕まり立ちから始まっていって、片当てになって、なんか両手離して立てるようになった。で、歩こうとするとブラブラになってる。ね。歩けるようになった。次は走れるようになる。ね。こういう風に育っていくわけですよ。バランスの取り方を覚えていくんですね。で、それはやっぱり一生涯忘れません。で、バランスが取れなくなったら、転倒する。
骨折をする。寝たきりになる。ね、こういう風になっちゃいます。だから、こうやって、ならないように、頭が、ね、頭がですよ、勝手にメカニズムで、ここ行くな、後ろだよ、っていう風に教えてくれるんですよ。そう。で、例えばこの状態であったとしてもですよ、大腿骨こう、骨盤も後ろに行ってる。ね。で、脊椎も後ろに行ってる。けども、胸椎、ありますよね。胸椎の部分がちょっと前に行って。で、ここの頸部も前に行って、最後頭が乗ってる。こういう姿勢なわけですよね。一個一個の頸椎、で、頭部、頸椎、胸椎、ね、腰椎、で、骨盤、で、大腿骨、硬いの骨、頸骨、腓骨、そして側部っていう風に見ていくと、こういう風にバランス取ってるんだなってなんとなく分かってきます。そう。こういう風になってますね。そう。で、全身を見ていくと、こういう風なバランスですね。後ろに行くところは前に行ってる。って考えたときに、どこが一番前に行って負担が来てるのか、どこが一番後ろに行って負担が来てるのか。で、これ端的に言うと、この正中線、まあ四条線って言います。一番真ん中のラインから、離れた場所の方が力が必要なんですよ。で、これはよくね、私が言いますけど、このものです。ダンベルを持ってるとしたら、ここで持つのと、ここで持つのって、運転の差なんですよね。ここで持つと重く感じます。ここで持つと軽く感じます。なぜかというと、この支える場所から遠くなると、力がもっともっとかかりやすくなるんですね。わかりやすく言うとシーソーですね。この状態、ここで支えてるとしましょう。で、真ん中だったらバランス取れてます。でも、こっちに行った瞬間、もうこれだけで重くなりますよね。同じ1キロ1キロ乗せたとしても、これが真ん中にあったら保てますが、こうなると、この1キロの方が距離が長いので、例えば1と、こっちは2メートルだったとしたら、2倍重くなります。そう。ですね。ということを考えると、遠くにあるものの方が力が加わってるってことですね。ここが頑張ってるってことですね。こうやって、あー、頑張れ、頑張って。で、こっちが後ろに行かないように前側の筋肉頑張ってます。この膝が前に行きすぎないように後ろの筋肉頑張ってます。ね。この頭が前に行きすぎないように後ろの筋肉頑張ってます。これ、僧帽筋、肩こりの原因ですね。腰が後ろに行きすぎて前が頑張ってる。大腰筋硬くなって腰痛の原因になる。ね。膝が前に行きすぎてて後ろの筋肉頑張ってる。皮腹筋だったりとか、膝下筋が頑張りすぎてて痛みが出てる。膝の痛みの原因になる。こういうところを見ていくと、なんとなく皆さん、腰痛の原因って何だろう。ね。肩の痛みって何だろう。ね。膝の痛みって何だろう。なんとなく分かってきませんか。で、なってきたら、ここの部分を緩めていくってことをしないといけない。そして、もう一つ必要なのは、この前に出てしまったこれを、ね、後ろに持っていくって力が必要。ってなると、前側から、後ろ側から押せないですよね。後ろ側から引っ張れないです、筋肉は。なので、前側から押すって力が必要。これが何かっていうと、力を必要ってことですね。運動が必要です。筋肉が必要ってことですね。だから、ここの場合であれば、後ろに引っ張っていく、大腿四頭筋が必要です。膝を伸ばしていくと、こういう風にピッと伸びますから。そう。っていう風に、このだったら、この筋肉。この子はここの筋肉。っていう風になってきます。なので、ね、最後まとめていくと、何が必要かってね、あなたが治療する上で大事なことっていうのは、だから、どこが出すぎてって、どこに負担が来てるのか。そして、例えば皆さんがよくやってしまうのが、あ、腰が痛そうだから腰マッサージする。ここっていうのは、わかりますか？後ろに来てて、ただ単にここが伸ばされてるだけ。ここで本当は押さないといけない。筋肉をつけないといけないですよ。ここ筋肉をつけて押すっていう力を出さないといけないですよ。押すって。しないといけないのに、ここを緩めてしまったら、もっと後ろに行っちゃうんですよね。後ろに行っちゃうと何が起きるかっていうと、また痛みが激しくなった。ぶり返した。こういうこと起きちゃいます。じゃなくて、ちゃんと適切な場所を緩める。ね。これがまず一つ目。適切な場所を緩める。そしてそれに対して、適切な場所を力を入れていく。これができるようになってくると、根本的に力がまっすぐかかるようになってきて、痛みが戻りもなくできる、治せるようになってくるってことですね。なので、まずは皆さん、こうね、バーッと喋りましたけど、覚えていただきたいのは、ここを直す。どこをちゃんと緩めるべきで、どこを力を入れて運動を入れるべきか。これをしっかり分かること。これが一つです。そして、一箇所だけじゃダメですね。ここが後ろに行ってるな、ここが前に行ってるからかもしれません。だから全身見ていくっていうことを受け付けていく。だから全身を見る。そしてちゃんと緩めるべきところ。そして鍛えるべき。ここをね、しっかり分かった上で治療していくと、戻りなく治療ができるようになってきますので、ぜひですね、こちらの方を参考にしながら、明日からの臨床を頼みしていただければと思います。で、これもね、知りたければ、知りたいっていう方はですね、セミナーの方また組んでますので、ぜひそちらの方でリアルでもいいですし、オンラインの方でも組みますので、ぜひそちらの方参加してみてください。運が良ければ概要欄の方にあるかもしれません。そちらの方もチェックしてみてください。はい、じゃあですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。今日の話よかったらぜひチャンネル登録、あとは高評価必ずお願いします。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。